皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。7人組ダンスボーカルグループ B、ファーストが16日に放送された読売テレビ、ベストヒット歌謡祭2023に出演。各種音楽チャート116冠無理を獲得した楽曲、メインストリームを生パフォーマンスした。今回出演した、 ベストヒット歌謡祭2023は大阪城ホールからの生放送。センターステージでミュージックビデオの壮大な世界観を表現した演出で堂々のパフォーマンス。会場からも歓声が巻き起こり、SNS 上でもパフォーマンスで会場をざわつかせていた。パフォーマンス、セット、照明、カメラワークすべてがかっこよかった。 と反響を集めた。リリック、トラック、コレオグラフといった全てのクリエイティブにメンバーの意思が強く反映されている B、ファーストの4枚目となるシングル、メインストリームは、その圧倒的なクオリティと世界観が各地で話題を呼び、YouTube で公開されているミュージックビデオの再生回数は自身最速のスピードで2700万回再生を突破し、 tiktok では総再生回数が1億回を突破。youtube にはミュージックビデオにも登場している体制のダンサーと共に撮影したスペシャルパフォーマンス映像も公開中。また、b ファーストは ini 何わ男子との SP 企画、みんなで踊ろう。デビュー同期3組夢のコラボメドレーに参加。 2021年11月にデビューした3組がそれぞれの代表曲をコラボパフォーマンス。事務所の垣根を越えた夢のコラボに大きな反響を集めている。全国アリーナツアー開催中の B、ファーストは第74回 NHK 紅白歌合戦への出演や2024年自身初のドーム公演でのライブが決定している。 どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。